9番目のチームをご紹介させてもらいます。ちょうどですね半分を通り過ぎるところですね。残り8チーム、9番目のチームは、国立大学法人佐賀大学マックンロールチームの皆さんです。大きな拍手をお送りください。さあマックンロックロールチーム、石田さん、楓さん、はい、どうですか今日は。いやちょっとドキドキはしてます。中盤差し掛かってちょうど半分が終わったところなんですけども、はい、皆さんどうなってどうですか。まだ見たことがないんですよね。これから見るのが皆さん、そうなんです、皆さん学生の方ですね、いろいろと、モニター上では皆さんご覧になってるんですけども、今回ここの現場で初めて皆さん、自分たちが作った作品を見ているということなんですけども、そして作品の中にウサギが出てくるんですよね。なのでその色を見るウサギは色を知らないウサギに出会った方がきっと新鮮な目線をみんなに与えられるかもしれないっていうので、長寿祈願のウサギが出てきます。そうですね、ウサギから見た色を何か他にピアノパスポイントがあったら何かあったんですか。はい、まあここに私たちのチームのアート作品ではあるんですけど、はい、せっかくいろんな人に見てもらっていろんな人が楽しみに来ていただいているので、私たちの作品が皆さん その楽しみの領域に入っていければなと思っています。楽しみですね。それでは早速作品をご覧いただきましょう。国立大学法人佐賀大学マックンロールチームで、作品は炭がおつれば。 Let's check it out。国立大学法人佐賀大学マックンロールチームの皆さんでした。
大きな拍手を送りください。ありがとうございました。さて、10番目のチームをご紹介させていただきます。10番目のチームは女子美術大学大学院のブルースターチームの皆さんです。大きな拍手をお迎えください。チームの代表は安田夏菜さんですね。さあ、このチーム、いろんな国籍の方がいらっしゃるんですね。日本、中国、韓国、台湾、言葉も違う皆さんで。作品は温骨心です。女子美術大学大学院ブルースターチームの皆さんです。 Let's shake it out。
ありがとうございました。女子美術大学院のブルースターチームの皆さんでオンコシンでした。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ来年はどういうでしょうね、平成の次は。さあ続きまして11名のチームをお呼びします。日本電子専門学校ワークスペースチームの皆さんです。大きな拍手をお送りください。さあチーム代表は赤海アナさんですね、はい、どうですか今日の心境は。すごい緊張してます。すごい心境、なんか意外となんかリラックスする感じがしますけど。そうですか、はい、僕の方がちょっと緊張しましたけど、いやいや、どんどんさあ、皆さんですね、15人の学生さんで集まっているということで、皆さん全員1年生、今年初出場、1年生の皆さんにもうそれにしかも4月から CG もこの制作のために勉強したんですか。なんか大変なこととかなかったですか。結構作るにあたって作りたいものに追いつかない技術がそういう面があって少し苦労した場面はあったんですけど、でもすごい楽しんで制作できました。もう顔が生き生きしてますよね。そしてなんか作品の方は、赤を基調にした作品ということで何か特徴とかは。そうですね、赤はそうなんですけど今回日本の良さとして水墨画を取り入れたものを作りました。その水墨画なんですけどモノクロの色彩を十分に引き出したいなと思って実際に墨で描いたものを使用しました。素晴らしいですね、はい、2D というのですね、はい、すごいですね。なんかすごく興味をそそられないようですね。しかも赤ということですごくメリハリのある作品になってると思うのでぜひ紹介していただきたい。メリハリのある作品で。さあそれでは日本電子専門学校ワークスペースの皆さんで作品名が赤です。 Let's check it out。日本電子専門学校ワークスペースの皆さんの作品で赤でした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
さあ続きまして12番目のチームお呼びしたいと思います。国立大学法人信州大学大学院、水玉チームです。そしてこのチームはですね、唯一のメンバー、そして一人でやられているということで、千木田優也さん、どうですか、ひっそりです、ちょっと。いや、大変でした。なんか独学で全部やられたということで。そうです、特に大学の、あの映像を専攻している大学ではない、一人でして、分からないことで調べたりして、一人で作ってやっとやりました。すごいですね、1年生かなと思って、すごいですね、2年生。さあ、それでタイトルが文様ということなんですけども、どういった作品ですか？そうですね、一応コンセプトにつきましては、学べるプロジェクションマッピングしていまして、まあ、あの皆さん多分いろんな作品で文様を使われていると思うんですけど、果たしてそれの成り立ちであったりとか、モデルっていうのが何なのかっていうのを、まあ、ちゃんと分かっている人がもしかしたら少ないのかなと思って、それを理解できるようなプロジェクションマッピングができれば、まあ、楽しめますし、さらに学べるプロジェクションマッピングができるのかなと思って、この作品を制作いたしました。すみません、なんか面白いものですね。なんかワクワクしますね。いろいろと私初めてなので楽しみにしたいと思います。さあ、信州大学大学院水玉チームの作品で文様です。 Let's check it out。大学院の水玉チーム、千木田さんの作品で文様でした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。はい、続きまして13番目のチームお呼びしたいと思います。宝塚大学東京電機大学の2校からなるワクチンチームの皆さんです。大きな拍手をお送りください。そしてスピーチの方は向こう良平さんがされるということで、
願いします。あれお二人ということで、そして作品名面白いですよね。ご飯を作ろう、これはこの作品はですね、この日本の一般的な家庭の食卓のあったかさを表現した作品でして、可愛らしい食材たちがアニメーションするので、はい、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。ちょうどお腹が空いている時ですよね。それもちょっと狙って狙ってこれで胃袋をキャッチするんです。まあ、でもこの後ね、花火のスペシャルショータイムもあるのでね、ご飯はその後に行っていただきたいと思いますけどね。その辺もちょっと見越してやっていただければなと思いますが、さあワクチンチーム、チーム名面白いですね。ワクチン、これ由来はですね、ワクワクで、僕ちょっと猫が好きでして、はい、猫をまあ、どっかの国の言葉とクチンっていうらしくて、で合わせてワクワクのクチンでワクチンっていう。それ面白いですね。なんか発音面白いから、しかも作品名も面白いということで、なんかすごい期待できると思いますね。さあそれでは早速宝塚大学東京電機大学ワクチンチームの作品でご飯を作ろう。 Let's check it out。ありがとうございました。ちょうどお伺わせていただきですからね、だけどまだまだあります。まだ4組ほどありますので、ね、皆さんご飯をもうちょっと後で行ってくださいね。さあ続きまして14番目のチーム、首都大学東京サマーズチームの皆さんです。大きな拍手を送りください。どうぞ前の方へ。さあチームの代表は宇水さん。さあ残すところあと3チームですけれども、皆さんどうですか今の心境は。すごい緊張してます。緊張してますか。さあ緊張してると言ってもらってしてるんですけども、さあこのチーム、さあ5人で4分10秒の作品ですね。4分超えっていうのは結構ね、長い方なんですけども、どうですか今回の作品は。4分ちょっと長い感じになっちゃったんです。言いたいことは、はい、作りたいものは作れたかなと。なんか見どころとかあったら教えてもらえますか。見どころがあったら教えてもらえますか。今回ビッグサイトで機械大国である日本の表面と日本の内側っていうものを、はい、具
体と抽象を使って表現していて、それであの日本独特の鬱と移ろい、鬱と鬱つを行き来する移ろいというものを表現できればと思って今回制作させていただきました。すごいですね、すごいですね。そしてあのなんかタイトル名が余白、どういった何か理由があるんですか。というところから今回の枠でタイトルをつけさせていただいたので、最終的にこの中で生まれるようになったことで素晴らしい声でございましたね。ありがとうございます。皆さんの心に余白をということで、首都大学東京サバーズチームの皆さんの作品余白です。 Let's check it out。
ク東京サバスチームの皆さんの作品で余白でした。大きな拍手を送りください。ありがとうございました。さあ残るあと2チームとなりました。それでは15番目のチームを呼びしたいと思います。日本工学院八王子専門学校アミューズチームの皆さんです。大きな拍手をお送りください。さあチーム代表は、清水優馬さん、どうですか今の心境は。残るところはあと寒いですね。待ちましたよね。お待たせいたしました。さあ今回の作品なんですけれども、シェイプ形丸が過去で四角が現在そして三角が未来というものを使って表現しているという話なんですけども、どういった作品なんですか。テーマがジャパンということで僕たちはジャパンを過去、現在、未来っていう日本の時代の流れをテーマにして映像を制作しました。その中で過去が丸、現在が四角、未来が三角っていう表現で映像を制作したっていう感じです。面白い視点で描かれてるわけですね。それであと何か他にお願いしたいなと思うところがありますか。すぐ待っていただきましたね。はい、音に合わせた表現後半になってどんどん激しくなっているのでそういうところに注目していただけたらなと思います。わかりました。じゃあ見ていただきましょう。日本工学院八王子専門学校アミズチームの作品でシェイプスです。 Let's check it out。
院八王子専門学校アミーズチームの皆さんの話した。盛大な拍手を送りください。ありがとうございました。さあ、それではプロジェクションマッピングアワード最後の16番目のチームをお呼びしたいと思います。最後の16番目のチームは玉道大学ベータチームの皆さんです。どうぞ皆さん前の方にお越しください。盛大な拍手を送りください。さあ、最後のチームとなりました。OK、皆さん代表ということで、はい、大変お待たせしました。お待たせしましたですよね。どうですか今回、3年生の4人のチームということで、はい、今回のチームでなんかいろいろと苦労していることはありますか。そうですね、やっぱりこうそれぞれ特化した分野があるのでそれをまとめるのがすごい大変でしたけど、ね、いい感じにまとまっていい感じでした。皆さん最後ずっと待ってましたからね。なんかコメントでなんか足したいことがありましたらこの辺俺頑張ったから見てねとか、あと音楽もあれですよね、一から作ったっていうことで。そうですね、こちらの薬師寺すごいですね。なんかすごい、イラストレーター、CG グラフィッカー、プログラマーのみんなさんそれぞれの専門分野で頑張って作られたということで、なんかすごい最後ですからね。なんか最後になんかもうこれ絶対見てね、これ注目してねっていうところありますか。そうですね、テンポのいい映像で、いい演出も凝って美しい構造を目指したんで最後まで飽きない映像ができたんじゃないかなと思います。ぜひ見てください。それではプロジェクションマッピングアワードラストの作品をご覧いただきましょう。玉道大学ベータチームの作品でスペシャル、レッツチェックイットアウト。
川口大学ベータチームの皆さんの作品でスペシャルでした。盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ、これにて東京国際プロジェクションマッピングアワードボリューム3全作品の上映が終了いたしました。これはですね、審査員の皆様が審査に入って誰が最優秀賞を取るのか、この後7時半から、表彰式の方も行いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、ここからはフィナーレとなります。花火と音楽、そしてプロジェクションマッピングのコラボレーションによるスペシャルショータイムをご覧いただきます。音楽はクラブシーンで大きな支持を集めるデデマウスさんに、今回のイベントのテーマジャパンをイメージしたトラックをオリジナルで制作していただきました。音に合わせ本日のアワードに出場した学生チームの全作品をダイジェスト版に編集した映像を上映し、ここでしか見れない花火、音楽、映像のマッチングをお楽しみいただきましょう。 Here is Tokyo International Projection Mapping Award Special Showtime! Here we go!
調教国際プロジェクションマッピングアワードボリューム3フィナーレのスペシャルタイムでした。素晴らしい花火と音楽、そして学生の皆さんが4ヶ月間、頑張ってですね作ったマッピングとの共演でした。この後16チームの中から受賞するのは誰なのか、それではですね審査員の皆様、これより審査室の方にご移動いただきまして、最終審査のお願いいたします。どうぞご移動ください。そうですね、賞金総額100万円ということですね。どのチームが、この賞金受賞するのかとても楽しみですね。この後7時30分から、表彰式があります。そして関係者の皆様、一旦ですね1階の控え室にお戻りください。19時20分になりましたら、表彰式の会場にご移動お願いします。お時間になりましたら控え室にてスタッフがご案内いたします。そしてエントリーチームの皆様、直接ですね表彰式会場にご移動いただきまして、表彰式の流れなどご説明がございます。それでは、関係者エントリーチームの皆様ご移動お願いいたします。それで、長らく、ご案内いただきました、皆様、この後ですね、19時30分よりこの会場の下、1階レセプションホールにて表彰式を開催いたします。表彰式は一般の皆さんも、もちろんご覧いただくことができますので、お時間がございます方は、会議棟1階レセプションホールへ、お越しください。会場へはエレベーターもしくはエスカレーターで1階に降りていただきたいと思います。詳しくですね誘導のスタッフが、各所におりますのでスタッフの案内でお進みください。なお審査結果は、表彰式終了後、公開サイトでも、公式サイトでも、公開いたします。これにて有明フィフェス2018東京国際プロジェクションマップアワードボリューム3上映会を終了いたします。皆様最後までご観覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。そして暗いのでですね足元の方十分ご注意しながらご移動の方をお願いいたします。長い間ご観覧ありがとうございました。